はい、皆さんこんにちは、うるかです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在宅確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、ジェネシスリトラクタブルバックパック、モール対応のマルチバックパック。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。はい、サイズですけれども、縦が350mm、で横が230mm。で、厚みなんですけど、今この状態でこの大きい方が 35mm で、このちっちゃいところまで入れると 80mm ぐらいね、になっております。で、これは最大 200mm ぐらいまでね、広げることが可能となります。後でね、ちょっと見せますけれども、で、重量が 595g、 これ実測で測りました。で、カラーはブラックとなります。で、薄めのコンパクトなバックパックになってるんですが、側面のね、このファスナー、この手前のちっちゃいところも、はい、よいしょ、こんな風にして、このね、厚みを増すことができますね。で、まだね、これもっと広げます。で、この大きい方もこの下にありまして、よいしょ、まあ、ファスナーもね、そんな引っかかりもなく、それとちょっとこういう感じでね、開くことが可能で、最大ここが 200mm ぐらいまで広げることが可能です。なんでね、まあ途中でこう荷物が増えちゃったとかっていう時にもね、すぐ対応できるし、普段はね、コンパクトになって薄型なんで、まあかさばらず持ち歩くことが可能となっております。で、背面はですね、一応モール対応になっております。なので、自分の装備とかね、ベストとかにもつけることが可能ですし、まあ、ベルトとかにも装着してね、マルチポーチとかダンプポーチとしても使えるということでございます。で、この折り紐もね、ついてますんで、一応まあこれ単体でもね、使用することは可能なんですが、この折り紐はね、特にパッドとかついてないんで、まあ、ご自身でね、パッドつけちゃえばいいと思うんですけど、まあそういう使い方もできるということです。で、一応ですね、この大きい方の、中のこの上の部分ね、ここからこう、ハイドレーションのチューブをね、こう指でね、こうやって出てるけど、ハイドレーションのチューブをここから通すこともね、可能なんで、中入れてもらって、で、この、ここにね、ゴムのループがありますけど、ここをチューブ通してもらって、こう飲むというのもできますし、中も一応ハイドレーションの仕切りが1個ついてますね。で、他の仕切りは特にない。はい。で、あとはベルクロ。ここに貼れる仕様と、大きな面もここか。ここも下まで入れるところがね、出てますね。で、この手前のちっちゃいところは、特に仕切りはない。はい。仕様です。という形で、まあね、この大きさであればいろんなものね、入れられると思いますし、まあこうね、後ろとかにこう、つけていただいて、で、まあね、そのまま装備でこう持ってってもらうっていうのも可能ですし、この時期ね、やっぱり急に寒くなったりするんで、ちょっとパーカー1枚ね、中に入れといたりとか、で、サバゲの時にもまあすぐ取り出して着れるようにね、してたりとか、まあ、あとファーストエイドポーチ的な運用ね、中に入れとくっていう人も多分いると思うんですけど、まああまり使わないけど、一応持ってきたいなみたいなものは、こういうところにね、入れて後ろで、携行してるとかっていうのがいいんじゃないのかなと思います。いかがだったでしょうか？皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは、ジェネシスリトラクタブルバックパック。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。